皆さんこんにちは。2022年、2023年、スポーツランド菅生レースクイーンの伊勢郁美です。私は宮城県出身で、よく牛タンや海鮮丼などを食べに行っています。菅生レースクイーンとして、レースをサポートしつつ、皆様に笑顔と元気をお届けできるよう、日々業務に当たっています。さて、今回のアジアロードレース選手権の見どころですが、各国の選手が集まり、アジアナンバーワンを決める熱い戦いを見ることができます。そして当日はアジアンフェスティバルも開催され、日本ではなかなか食べることのできないアジアの料理も楽しむことができます。6月24、25日はスポーツランド菅生にお越しいただき、ぜひアジアのパワーと迫力を体感してください。私たち菅生レースクイーンも、とびきりの笑顔で皆様のことをお待ちしております。